イースターおめでとうございます。1曲目はクライストイズリズン、キリストはよみがえられたでした。ハレルヤコーラスで始まり、聖歌171番予備という歌へ、途中トーンチャイムで聖歌169番御民よ歌へのメドレーにより、イエス様のよみがえりを喜びたたえる気持ちを込めて演奏させていただきました。2曲目は君はそこにいたのか、新聖歌113番を演奏いたします。君もそこにいたのか、主が十字架につくとき、あ、なんだか心が震える震える。この歌を賛美すると本当に心が震えます。今日は十字架につけられたイエス様を見つめるこの賛美を3度繰り返します。十字架のもとでただただ心震え圧倒され、デフスしかない私たちがこの十字架が自分の罪のためであったと知り、言葉に言い尽くせない感謝と喜びを捧げるようになるまでを、1回目、2回目、3回と少しずつ変化するメロディーの中で心を込めて演奏します。